はい、どうも料理のお兄さん、リュウジです。今回はですね、もうマジで超簡単にですねできるのに、まるでお寿司屋さんに来たようなですね、出汁の効いたサバ缶の即席アラジンというですね、これ超僕のお気に入りレシピです。はい、こちらをですね作っていく。はい、材料これだけです。まずサバ缶、水煮缶です。190g 入りのものですね、になります。あとネギ、これ、今回ちょっと多めにやりました、3分の1本ですね。はい、あとこちら、お味噌大さじ1、あと山木の白だし、こちらが、大さじ1、水が 300cc 以上。まず、サバ缶です。サバ水煮缶をこの、ここね一番重要なポイントですからね。ここ一番重要なポイントです。この汁ごと入れてください。もう汁ごと、もうたっぷりの汁ごと入れてください。あとですね、白だしも入れちゃいます。はい、お水も入れちゃいます。こうやって火にかけます。で、火にかけましたら、まあこれ結構お好みなんですけども、サバ缶はね、こういう風に崩して、ください。結構ね、この塊が好きな方っていうのもいらっしゃるので、何とも言えないんですが、僕はね、そこそこ崩しちゃいます。はい、じゃあ沸騰できましたので、沸騰したらですね、ネギ、結構ね、サバ感が出るので、ネギたっぷりの方がいいです。あとそれでもね、サバちょっと苦手だなっていう方は、あれ入れるといいです。生姜、生姜のすりおろしかなんかもね、少しね入れてあげるとね、それはそれすごくサバの、臭みが消えるんでね。はい、そしたら、止めます、火を。はい、お味噌ですね。はい、お味噌をね溶いて、溶き入れます。ね、沸騰してたら火を止めてください。そのまま火がついてるとね、味噌の香りが飛んでしまうんです、ね。まあ、そんなに気にしなくていいですけどね。はい、できた。魚屋の匂いがすごい。お寿司屋さん、お寿司屋さんの匂いします。これもうね、朝ごはんとかたまんないですよ、これは。ということで、サバ缶の即席アラ汁完成です。はい、それでは早速食べていきましょう。すごいね、いい香りが漂ってます。いただきます。大将、お任せ10貫でお願いしますっていうぐらいですね、お寿司屋さん感が出てますね。原理的にはそのサバ缶の汁っていうのがね、かなりあれゴンゴン煮てあるんで、あれって骨までね煮てあるんですよね。だからサバ缶の汁っていうのはものすごい、魚の旨味がね凝縮されてるんです。これをですね、味噌汁の出汁として入れることによってですね、相当なですねあら汁感が出るんですね。あとはですね、まあ、白だしの方も入ってますので、カツオの、香りも、すごくしてますね。カツオとサバのダブルスープですね、これね。これものすごいし、タンパク質も取れるっていうね、ちょい足しになるんですよね。僕はね、七味、七味をねかけるとね、何が起きるかというとですね、飲んだ後も締めに消えるんですよ、これね。はい、ああたまらん。七味のね、いい香りがですね、サバ缶の魚臭さをね取り去ってくれるということで、僕も大好き、サバ缶のアラ汁ということでですね、まあ、ちょっと今回、調理時間がですねほとんどなかったので、ちょっとね、これ前に載っけたレシピなんですけども、おそらく作ってくれてる人ね結構いらっしゃると思うんで、エゴさしていきます。はい、ということでですね、できました。 2つぐらいね、紹介したいと思います。ルイジさんのレシピにあったサバ缶の即席アラ汁、仕事帰りにコンビニに寄ってサバ缶一つ買うだけでこんな美味しくてホッとする一品ができるなんて幸せを感じていただいてありがとうございます。はい、こちらですね、ちょっとリツイートさせていただきます。びっくりしないことで。あとですね、地元のスーパーでもサバ缶が品薄になりつつある、硫酸効果なのかな。それにしてもサバ缶の即席アラ汁はほんまに美味しかった。ありがとうございます。サバ缶がですね売り切れてるのはですね、偶然です。僕のせいじゃないです。はい、そんな力ありません、僕に。多分テレビでやったんだと思います。はい、なのでですね、こちらもいいねとリツイートさせていただきます。ありがとうございます。あ、でもね、そうやってその中の一環ぐらいは僕の影響かもしれないですね。はい、まあ、そんな感じですか。まあ、これはもう食べていただければわかります。めちゃめちゃうまいっす。なのでですね、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、それではですね、今回のお料理美味しそうだなとか、やってみたいなってですね、1ミリでも思っていただいた方はですね、ぜひぜひチャンネル登録、また高評価
何卒よろしくお願いいたします。